日本史学史は日本における史学史である。ここでは、すなわち歴史認識や歴史序述の変遷について解説する。日本においては漢字が導入された古代から歴史認識及び歴史序述の展開が見られた。中世には歴史物語の成功により、庶民層にも国家単位の歴史認識がルフする。近世には合理的、実証的な歴史研究が、 民間に広がり、近代には、西欧から近代的歴史観が本格的に導入された。以下に、その詳細を述べることにする。日本初期6世紀には、大王の系譜を記す、定期、神話を記す、旧字が、7世紀前半には、聖徳太子らによって、天皇記が編纂された。そうした収士の伝統を継承して、律令統一国家が成立した8世紀前半には、 日本最初の生死である日本初期が完成した。日本初期は中国の生死の影響を強く受けており、天皇支配の正当性を強く訴え、皇位継承の経緯に関する記述が主たる内容だったが、もう一つ重要な点としては中国、朝鮮に対する日本の独自性を主張していたことであった。この天皇の正当性、日本の独自性の主張は日本初期を含む その後の生死の主要なテーマであり、以後、幕末期まで、その影響が及んだ。生死である六国史の編纂は、戦国史書などと呼ばれていた機関を中心に、国家事業として行われたが、日本三大実力を継ぐ、新国史の編纂が途中で中止されたのを最後に、生死の編纂は行われなくなり、平安中期以降は、監修家をい生に基づき過食を請け負う。貴族、 官人の家ごとに、政務処理に先例を参照するための歴史資料として、日記が反抗的な記録として付けられるとともに、類似国史、日本記略、百連章や、その他各種の年代記が編纂された。以上の歴史序実はすべて官文体によるものだったが、平安後期になると、人間はあるがままに、日本風に描くという国風文化の影響のもと、 表現形式がより柔軟かつ豊富な和文体による歴史物語、軍記物語、説話集が多数記されるようになり、これらは従前の静止的歴史観への新たな歴史的見付けの書詮であると解されている。代表的なものとしては歴史物語では映画物語、大鏡、マス鏡などが軍記物語では平家物語、太平記などが説話集では 混ん物語集などがある。こうした作品により、武士や庶民へも歴史認識が広くルフすることとなった。次縁鎌倉時代以降の武家台頭に危機感を募らせていた、久下僧を代表して、新たな歴史認識を示したのは、次縁の具干渉である。次縁は、末法思想と道理をテーマとして、国発以来の歴史を解き起こすと、武家が、 大きな政治権力を握ったことを道理関連で合理的に理解しようとしており、道書をもって初めて歴史認識が明確に示されたとする見解もある。中世には仏教的な歴史意識が広まったが、それに対抗して、新官の間では日本初期神話の公読が成功すると、神道の立場を中心として神話と歴史を結合させる思想が起こった。これを背景に、 中世中期には北畠近草により神道的な深刻思想をテーマとする人能性陶器が表された。また、中世のもう一つの歴史認識は年中行事や夕食古日などの儀礼を通じて歴史を考えるというもので、そのため古日を伝えるための日記や各種記録文書が多数作成された。その影響で鎌倉幕府の聖師である東鏡も 日記体をとっている。大日本資金制に入ると、将軍家や大名家は権力を正当化するため、儒教思想を積極的に採用すると、歴史の編纂を通じて、自らの正当性を主張した。代表的なものに、武徳大正期、本朝津願大日本史などがある。儒教は、本来合理的な思考を有しており、儒教思想の交流は、合理主義的な歴史上述。例えば、 大村雄貴、天正樹、大田雄一、信長後期、小瀬保安、大公樹などに、その方がが見られ、山が祖皇、中朝事実、部下時期などにおいても強く意識されるようになる。やがて、それらは、新井白石の、独死世論、古史通などとして結実した。これらの動きは、実証的な歴史研究、すなわち18世紀のお牛空や伊藤唐外らによる、 政治制度試験級へとつながっていき、合わせて国学へも大きな影響を与えた。近世期の合理的、実証的歴史認識の一つの到達点が、富永中本である。中本は、仏教、儒教、神道といった宗教、思想も歴史的に変化してきたのであり、これらを絶対視するのでなく、客観的に捉えるべきことを唱えている。こうした状況は、 日本の歴史研究が近代的な歴史学を受容するための十分な素地をすでに生んでいたと評価されている。一方、江戸後期には爆藩体制の矛盾と対外緊張の高まりの中、庶民の間でも歴史への関心は広がり、日本外史、校長史略など通俗的な歴史書が多く出版された。リース津田総吉幕末から明治維新にかけて、 文明史など西洋の近代歴史学が一気に流入したが、特に進歩史観、進化史観が日本で急速に広まった。これは従来の日本にない新しい歴史観であり、歴史の中に普遍的な法則性を見出そうとする歴史観であった。この影響の下在野において書かれたのが、田口宇吉、日本開化少子や福沢諭吉、文明論の概略などである。これは、 日本史と西王史の共通点を強調する方向へ進んでいった。例えば、前者では、事象の原因と結果を論ずる手法を用いている。一方、明治政府の立場からは、大政奉還、王政復興を正当化するため広告史観と呼ばれる歴史序実が構築されていった。それは天皇を中心とする歴史観であり、その偉大化の改新、兼務の申請。 明治維新が最も重要な改革に位置づけられる。こうした国家主義的、期待系的な歴史観はとりわけ歴史教育の現場へ積極的に導入されていった。明治20年に実証主義史学の祖、レオポルト・フォンランケの弟子にあたるルートビヒリース、帝国大学に招聘された。リースは厳密な実証史学を指導すると、いわゆる感覚アカデミズムが形成されたが、 資料交渉を重んじすぎるという恨みがあった。明治末期には、ドイツ歴史学派の影響による発展段階説が唱えられ、また、マルクス主義による遺物史観が紹介された。大正期に入ると、マルクス遺物史観が重んじる歴史法則性を強く否定しする歴史理論が紹介され、歴史哲学への関心を高める契機となった。この時期は、社会経済史、文化史、 思想史と幅広広いい分野に関心が広がっていたたこうした歴史学のの発展の一方で歴史学と国家主義的な歴史観との衝突も発生していた。歴史学が実証主義を重視しすぎ、歴史認識や私学方法論を軽んじたことも国家主義的な歴史観の台頭を許す一因となり、昭和期に入ると国粋主義的な天皇を中心とする歴史観や、 完全懲悪士官が流星するに至った。詳細は、日本史学及び歴史学研究法を参照第二次世界大戦の敗戦により、国家主義的な広告士官は大きく交代を強いられ、歴史に普遍性を見出そうとする社会科学的な立場が主流となった。その中でも、実証主義士学と特に遺物士官士学の二つが、主張流を成した。 国家主義的な歴史観の首輝きから説かれた戦後史学は多くの重要な実績を残したが実証主義には歴史哲学を軽視するという弱点が唯物史観には強情的になりがちという弱点があり1960年代後半頃からその限界が指摘され始めた1970年代からは戦後歴史学に対する反省と見直しが始まり1980年代からは 特に勢力的な取り組みが加速していった。この時期からは従来あまり顧り見られていなかった民族学や文化人類学などの成果を歴史学へ学際的に反映させる試みが積極的に行われている。これらの歴史研究の結果、広く知られた歴史像を大きく覆すような成果が多数発表されており、他方で戦後は歴史の大衆化が進み、 海音寺長五郎や芝良太郎、松本清長らによる歴史小説の流行、または山大,大国論争の流星のように歴史ブームというべき現象も起きており、腰古,古伝などを転居とする学術的に認められていない俗説も一定の広がりを見せている。さらに一種の英雄主義、国家主義的な主観が平成初年頃から自由主義主観を称して勃興し、 実証性や客観性に偏重するアカデミズムの姿勢を批判した主張を展開している。これらはいずれも歴史学と呼びうるレベルにはないが、一般の歴史に対する関心の反映として認識することができる。ありがとうございます。